フリップフロップを使ったロジック回路の設計後編です。前編ではフリップフロップの基礎知識について確認しました。後編では実際に4進カウンターという回路を設計します。この4進カウンターですが、どのような動作をするかというと、入力パルス4つ目で1パルス出力する、ボタンを4回押したら1パルス出力する的なイメージですね。これが今回設計する回路の仕様となります。フリップフロップを使ったロジック回路の設計手順はこんな感じです。フリップフロップを使ったロジック回路はこの図のような構成になります。手順4でこの箱の内容を決めます。そして手順6でこの箱の部分の組み合わせロジック回路が決まります。手順7でこの箱の部分の組み合わせロジック回路が出来上がりますね。手順9の論理変換で回路の最適化が行われます。では早速手順1から進めていきましょう。手順1、仕様をもとにタイミングチャートを描きます。先ほども言った通り、4進カウンターの動作は入力パルス4つ目で1パルス出力するですから、これをタイミングチャートにするとこうなりますね。手順2、タイミングチャートをもとに状態遷移図を作ります。状態遷移図の見方については前編でやりましたよね。あの動画ではDFF の遷移図をもとに遷移表とタイミングチャートをハイライトしていきました。ここではその逆をやればよいわけです。ではやっていきましょう。まずこのタイミングチャートを見ると8つの状態があることがわかりますね。1発目のパルスの前の状態、1発目のパルスが入った状態、2発目のパルスの前の状態、2発目のパルスが入った状態、3発目の前の状態、3発目が入った状態、4発目の前、4発目ということです。この8つの状態は、遷移図では8本の矢印で表現できそうですね。入力が0から1に変化した時に、フリップフロップの内部の状態が変化すると考えると、フリップフロップの内部の状態を示す丸は4つ用意してあげると良さそうです。そして、入力が0の場合は内部状態は変わらないので現状維持。入力が変化した時にフリップフロップの内部は次の状態に遷移するように矢印を描くとこんな形の遷移図になります。1個のフリップフロップの内部の状態は1か0の2種類しかないので状態遷移図の丸は2つ。今回丸が4つあるということは、回路の内部の状態は00、01、10、11の4種類の組み合わせがあるということになりますよね。ってことはこの回路はフリップフロップ2つ使う必要があるということが分かってきませんか？ではタイミングチャートを見ながら状態遷移図に書き込んでいきましょう。回路の内部の状態は00、01、10、11の4種類とすでに分かっていますので、分かっているものをまず丸の中に書き込んでいきましょう。次にタイミングチャートの入出力の値を矢印に書き込んでしまいます。まず00から入力0、出力0、入力1、出力0、入力0、出力0、入力1、出力0、入力0、出力0、入力1、出力0、入力0、出力0、入力1、出力1。はい、これで状態遷移図の完成です。意外と簡単ですよね。手順3です。状態遷移図ができたら状態遷移表を作ります。これも前編の動画 DFF の状態遷移図で見た方法と同じです。この時点でフリップフロップが2つ必要だということが分かっていますので、表の項目はこんな風に書くことになります。教科書や参考書ではこのハイライトの部分を吸出力、次の吸出力とか9プラス1と表現していますね。私はこっちの方が分かりやすいと思ってあえて教科書の書き方に従わなかったのですが、皆さんはどちらが分かりやすいですか？まあこの動画では引き続きこの独自表現で説明を進めていきたいと思います。では状態遷移図の内容をこの遷移表に書き込んでいきましょう。入力が0の時、FF1 の Q が0、
FF2 の9が0だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は0、FF2 は0。入力が1の時、FF1 の9が0、FF2 の9が0だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は1、FF2 は0。入力が0の時、FF1 の9は1、FF2 の9は0だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は1、FF2 は0。入力が1の時、FF1 の9は1、FF2 の9が0だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は0、FF2 は1。入力が0の時、FF1 の9は0、FF2 の9が1だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は0、FF2 は1。入力が1の時、FF1 の9は0、FF2 の9が1だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は1、FF2 は1。入力が0の時、FF1 の9が1、FF2 の9が1だと、0が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は1、FF2 は1。入力が1の時、FF1 の9が1、FF2 の9が1だと、1が出力されて、FF の次の状態は、FF1 は0、FF2 は0。となります。これで状態遷移表が出来上がりました。手順4。この回路で使うフリップフロップを決めます。決めると言っても実のところ何を使ってもいいです。まあ何でもいいと言われたところで、DFF を使うか TFF を使うかのどちらかしか選択肢がないような気がしますが。まあ、DFF でも TFF でもどちらでもいいです。今回は TFF を使って設計してみましょう。手順5、各フリップロップの入力パターンを作ります。もし TFF を使うと決めたならば、TFF の状態遷移表を見ながら、4進カウンターの遷移表のこの部分に対応する TFF の入力パターンを書き込んでいきます。まずは FF1 です。TFF の状態遷移表を見ると、9と9の次の状態がゾロ目の場合、T 入力は0ということですので、FF1 のゾロ目部分の入力に0を記入します。そして、9と9の次の状態が異なる場合は、T 入力は1ですね。ですから、FF1 の残りの入力には1を記入します。FF2 も同様です。9と9の次の状態がゾロ目の場合、入力の欄に0を記入します。残りの空欄には1を記入しましょう。これで各フリップフロップの入力パターンができました。手順6。いよいよ入力ロジック回路の設計に入ります。4進カウンターの状態遷移表と各フリップフロップの入力パターンから入力方程式を作っていきます。方程式といっても決して難しい話ではありません。めんどくさいだけでとても簡単です。まず FF1 の入力方程式を作りましょう。一番左端に4進カウンターの遷移表の入力信号の項を置きます。ついで FF1 の今の状態の項を置き、その隣に FF2 の今の状態の項を置きます。そして右端には FF1 の入力信号の項を置きましょう。そうすると FF1 の入力信号を出力とする心理表が出来上がりましたね。では、この心理値表から論理式を作って論理圧縮をしましょう。ここでクワイン・マクラスキー法の登場です。QM 法による論理圧縮の方法はこちらの動画でやりましたよね。心理値表の1の出力の項を抜き出し、セキュア論理表にします。このセキュア論理表に対して QM 法を使って論理圧縮をしてみましょう。心理値表からセキュア論理表を作り、それをセキュア論理式に書き換えます。QM 法で論理圧縮をした結果はこのようになりました。これが FF1 の入力方程式になります。続いて FF2 の入力方程式も作ります。FF1 と同じように FF2 の心理値表を作りましょう。一番左側に4進カウンターの遷移表の入力信号の項を置き、隣に FF1 の今の状態の項、
その隣には FF2 の今の状態の項を置きます。ここまでは同じです。一番右側には FF2 の入力信号の項を置きます。これで FF2 の入力信号を出力とする心理値表ができました。心理値表から積和論理表を作り、それを積和論理式に書き換え、 QM 法で論理圧縮をします。圧縮後の論理式がこれです。この式が FF2 の入力方程式になるわけですね。手順7、出力ロジック回路を設計しましょう。出力ロジック回路の心理値表を作ります。一番左側に4進カウンターの入力信号、次に FF1 の今の状態、その隣に FF2 の今の状態、ここまでは入力方程式と同じです。そして出力回路の場合は、右側に4進カウンター回路の出力信号の項を置きます。この心理値表から積和論理表を作ります。積和論理表を積和論理式に書き換えましょう。積和論理式ができたら、次に論理圧縮を行うわけですが、今回の4進カウンターの場合は積のみで和がありませんので、圧縮の必要がありません。ですので、この積和論理式そのものが出力方程式となります。これで4進カウンターの材料がすべて出揃いましたね。 FF1 の入力方程式、 FF2 の入力方程式、2つのフリップフロップ、回路の出力方程式、この4つが4進カウンター回路の材料となります。手順8です。いよいよ回路設計の最後の段階です。この4つの材料を使って回路を組み立てましょう。慣れれば大した作業ではありません。まあ最初なので分かりやすい順番でやっていこうと思います。まず入力方程式と出力方程式を回路記号に書き換えましょう。フリップフロップを2つ置きましょう。 FF1 の入力方程式の回路記号を配置して配線します。 FF1 の入力方程式を見ると、回路の入力がそのまま FF1 の入力に入るということなので、直接線を引くだけですね。 FF2 の入力方程式の回路記号 2& を配置し配線します。回路の入力と FF1 の Q を AND したものが FF2 の入力に入るということなので、こんな配線になります。出力回路は回路の入力と FF1 の Q とFF2 の Q を AND したものになりますので、 3&を配置して線を結んでいきましょう。はい、こんな回路になりました。もうこの回路で4進カウンターの動きをします。手順9、可能であれば論理変換でトランジスタ数、または、プリント基板設計であれば IC の数を減らしましょう。出力方程式を見ると、出力回路は入力信号と FF1 の Q 出力と FF2 の Q 出力の AND を取ったものですよね。この回路を見ると、すでに入力信号と FF1 の Q 出力を AND した信号がありますよね。ってことは、この信号と FF2 の Q 出力を AND してもいいんじゃないですか。そうすればこの出力回路の 3&は 2&に書き換えられますよね。3&を 2&に変えてしまえば、 IC であればトランジスタを2つ減らすことができますし、汎用 IC を使ったプリント基板設計であれば7411を使う必要がなくなるわけですから、 IC を1つ減らすことができます。論理変換でトランジスタ数を減らしたり、 IC の数を減らしたりするやり方は QM 法の動画でやっていますので、関心のある方はそちらをご覧ください。最後に回路シミュレーターで動作確認をしてみましょう。 LT スパイスにデフォルトで入っているロジックゲートモデルでシミュレートします。ただデフォルトのモデルには D と RS しか用意されていませんでしたので、代わりに DFF で TFF を組んでいます。結果はこんな感じですね。出力回路 3&版、2&版両方とも4進カウンターの動作をしています。4進カウンター回路を例題に、実際に
フリップロップを使ったロジック回路の設計をやってみました。いかがでしたか？まあ仕様をもとに状態遷移図を組み上げるのに少しの経験が必要かもしれませんが慣れですよ、慣れ。まあ慣れればなんてことありません。遷移図の丸の数が奇数の場合はどうするのかという質問が来そうですが、そのような場合の動画ももしかしたら作るかもしれません。気力と時間が必要ですけれども。そのようなわけで、ちょっと長くなってしまいましたが、今回も見てくださってありがとうございました。